日本語コンテッペイの時間ですねみなさん元気ですかえ今日はポッドキャストスタジオについてポッドキャストスタジオもうポッドキャスト用のスタジオまあ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 、まあ、皆さん元気ですかあのねあのー まあ僕はもう42歳であのー、まあたまにねたまにですよたまに、まあ、あのスニーカーが欲しいなとかまあ新しいジーンズが欲しいなとかジャケットが欲しいなとかまあそういうのはたまにあるんですけどあのー、まあ物欲 いわゆる物欲物欲というのは物を欲するね物が欲しいという気持ちね物欲と言いますねなんか買いたいあれを買いたいこれを買いたい、まあ、そういう気持ちは若い時よりも少しずつ少なくなってきました理由はね分かりませんはい基本的に欲というのはまあ普通に健康的に生きてる場合やや 年を取るとやや少なくなくっていきますよね。はい、あの年を取ってどん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 物欲が湧いてる人もいますけど、まあ、どちらかといえばなんか少なくなってくる人が多いでしょ。まあ、基本的に欲っていうのはそういう感じですよね。あの若い人の方が欲が多いあの。僕の子供も本当に欲が多い。あれが欲しいこれが欲しいあれをしたいこれをしたい、まあ。好奇心もありますからね。 まあ好奇心で言えば、まあ、僕たち大人はやっぱりもう慣れてるんですよね。まあ、えー、いろいろなことを買ったことがあるし、あのーまあ、試したことがあるし経験したことがありますよね。で行ったことがある食べたことがある飲んだことがある。で経験が増えるとだんだん、まあ、ある意味飽きてくるもういいんじゃないみたいな。 いやスニーカーそんなたくさん持ってても意味ないでしょとかまあ、そもそもあの必要ないよねとかあの、まあ、十分でしょみたいなまあそういう気持ちになってきますよね。でまあ僕の場合ねそのなんかこう車とかにも興味がないしあのそういうまあ、家とかもね最近あんまり家が欲しいなとかあんまり思わなくなってきたし、ね。 でまあそんな僕でもですよねやっぱりうわーって思ったあの最近そういう出来事がありましたあのこの前ねまあちょっと前あの六本木に行ってきたんですよね六本木何をしに別に何の理由もなく理由もなく六本木に行ってきましたはい子供と奥さんとねえ六本木ミッドタウンっていうエリアね あのちょうど今の季節春ぐらいになるとちょっとその六本木の裏あミッドタウンの裏です、ね、ミッドタウンって面白いですよね言葉がね、はい、ニューヨークのミッドタウンみたいなあの六本木ミッドタウン新宿タイムズスクエアもありますよねはい新宿タイムズスクエア六本木ミッドタウン えー、とにかく六本木ミッドタウンの裏のエリアに、まあ、公園があってそこの公園で子どもたちがねちょっと遊んだりとかリラックスできるようないろいろなまあイベントとかがこの季節にあるんですよね。で結構そうまあ都会の真ん中、ね、大都会東京の真ん中でそうやってちょっとリラックスできるイベントとかが。 あるのでまあそのために行ったというよりはまあなんかいつも僕たちは、まあ、あの新宿エリアもしくは渋谷エリア原宿表参道まあその辺りはよく行くけど六本木はねあんまり行かないんですよ。なんか六本木ってなんかちょっとこうまあイメージはちょっと悪いでしょ。皆さんどう思いますか六本木ってなんかこう夜の ななんかちょっと変なイメージがあるでしょでもね実は違うんですよね六本木にはまずあのいくつかの素晴らしい美術館もあるし、えー、一つ目はあの六本木ヒルズにある森アートミュージアムこれは素晴らしい美術館だし、えー、まあ六本木から歩いてすぐですね歩いてすぐの乃木坂駅にある新国立、えー、美術館かなはい新国立美術館。えー、そ こうも素晴らしいい美術館ですねはい、だしいくつかありますそれ以外にもいくつかの,あの美術館もあるし、えー、まああのまあいろいろな場所があります実はねおいしいレストランや面白いバはや、い、でまあそういう大体がああの小さい通りとかにあるんですけどまあ歩いてたらあの、まあ、コーヒーでも飲みたいなと思って。 えーまあ、スターバックスとかはねもういいでしょうあの行く意味がないっていうかもうどこにでもあるからねわざわざ六本木で行く必要もないし何かこうチェーン店とかじゃなくてまあちょっとしたコーヒーもしくはお酒が飲めるようなとこないかなとまあただ子供と一緒だからちょっとこう大人すぎる大人すぎるあのバーとかはちょっとまあ行きたくない。 で、そしたら、なんかちょっと、あの、良さそうな場所があったんですよね。良さそうな場所。なんとなく、あの、アー,アートな感じで、でもフレンドリーな感じで、えー、あの、なんかスタジオ、えー、スタジオ、まあ、その話はこの後でしたね。えっ、ー、と、あの、コーワーキングスペースみたいなのもあったりして、とにかく、あの、良さそうな場所があった。はい。 で、入ってみたんです。まあ、まず子供がね、あ、ここに入ろう。ここに入りたいとか言うんで、ああ、じゃあいいよ。まあ、君がそう言うんだら。ね、じゃあ一緒に入ってみましょうか。と言って入りました。えー、名前はね、えー、っと、これなんて読むの ?UM カフェって読むんですけど、アム、アム、アムカフェかな。はい。まあ、カフェ。 カフェと言ってるけど、あの、いろいろなイベントをやって、夜はあの、あの、いろいろなパーティーとかもできるみたいですね。まあ、小さい場所だけど、あの本当におしゃれな感じがして、いいあのイベントができるんじゃないかな。なんかヨガとかもやったり、あの、ワークショップみたいなのもたくさんやってるみたいですね。で、食べ物は、あの、ビーガンだったり、まあ、あの、僕が飲んだのは、えっと、 カクテル、マリブ、ソイミルク。面白いですよね。マリブって、普通はまあ、普通のミルクで飲んだりするんですけど、ソイミルクね。はい。面白かった。美味しかった。本当に。アルコールはまあ、強くはないけど、子供と一緒だから、そんなにあの、お酒を飲むつもりもなかったですからね。奥さんが飲んだコーヒーも、すごくこう、まあ、明るくて美味しかった。ね。ライトな感じ。すごい美味しかった。 で子供が食べたクッキーとかビスケットとかいろいろ食べたんですけど甘いものあの甘すぎずあの全部がビーガンらしいですけど美味しかったです本当に美味しくてあまあそこにねその,そのカフェの中にポッドキャストスタジオみたいのがあるんですよであの子供がねえ「この部屋何?」って言うから「え誰もいないかなあじゃあちょっと入ってみよう」 中に入ってちょっと「ポッドキャスト!」とか言ってみたりしたんですけど冗談で,で写真撮ったりしてすごい良かったすごい良かったあのいいなと思ったこんな場所が欲しいなと思ってしまった、うん、なんかね例えばそれはあの車が大好きな人があの車に乗ってその あるでその車を売っている場所で車に乗ってうわ欲しいこれってなったみたいな感じはい僕の場合はほとんどね最初に言ったようにいろいろな物欲っていうのは年々なくなってあのお店とかでいろいろな商品を見てもまあねまあまあまあ、まあ、その欲しいとはねあんまりならないんですけど <laughs> このポッドキャストスタジオはうわ欲しいなぁと思った、えー、まずですねその部屋がまあ防音になってるドアを閉めたら全然音がしないねなんかまあそんなに難しいシステムじゃないあのまずドアをつけてでそこにあの防音シートみたいな,あのなんか特別ななんかあるんですよそういうあの壁に貼るものがでそれをつけるだけ 今だったらそんなにお金はかかりません、はい、そんそなにたくさんのお金はかからなくてできるはず、ね、でも僕は今借りてる家だからねそんなことできないであとはあのマイクも素晴らしい僕が持ってるマイクも悪くはないんですけど、まあ、その3倍か4倍ぐらいいいマイクとあの、まあ、こういうスタンドじゃなくて上から吊るしてるんですよねアームマイクアームがあってそれが3つのマイクが。 3つのマイクがあってなんかゲストとかと一緒に話せるようになってるんですよねうらやましいなと思ってねいつかそんなあのー、スタジオができたらね子供と一緒にやりたいですよねなんか「日本語かんっぺ子供と一緒にやってます元気お前」みたいな「元気だよパピー」みたいな「いいな」って言ってそう夢を見ながら2人で話しましたよね 子供もパピパピこれ買って」みたいな「いいじゃんこれ作れば家に」みたいな「僕はいやいやいやあれ借りてる家だから無理だよ」とか「ちょっと高すぎるよ」とかまあ実はお金の問題じゃないな。お金はどうにかなるんですけどやっぱり借りてる家だからできないですねうんあのまあマイクとアームとかは準備できてもまあそのスタジオは作れないですよねこの世は。 借りてる家だとねまああとはそうですねやっぱりオーディオインターフェースとかも良かったしまあ椅子もいいですよね机もいいしなんか全部が良かったですね本当に素晴らしいあの <laughs> 小さくてあの十分の広さ小さくても十分の広さがあってまあそのスタジオ小さいスタジオの外に出れば、まあ、外っていうかその。 カフェの中ですけど、あのー、カフェと言いながらも、まあ、10種類以上のカクテルが飲めるしねそこではビーガンカクテルみたいないいなと思った、うん、六本木にちょっと住むのも悪くないなと思いましたねなんかそこはあのー、多分メンバーになればまあリーズナブルに借りることができるのかなねいいですよねちょっとかあのー、カクテル飲みながら ポッドゲストとかやって終わったらまたカクテル飲んでリラックスしてちょ,ちょっと散歩してたらピーター・バラカンさんに会ったりして「おぉピーター・バラカンさん何してますか?」みたいな「こんにちは、えー。日本語コンテッペイですけどもしよろしかったらゲストとして今日出てくれませんか?」とか言ったらね「あの言語学習の日本語学習者のためにポッドキャストを続けてるんですけどあのー、ちょっとお願いします」っ、ね、おー日本語コンテッペイ誰かに聞いたことあるねー」みたいなね。 僕の名前もよく出て出してくれるみたいだからいいよコラボレーションしましょういなへえ本当にビーター・バラカンさん」とか<え>あ,のあるかもしれないでしょ外歩いてたらなんかこうソフィア・コッポラがなんかこうコーヒー飲んでたりして、ね「あソ,ソフィア・コッポラさん!」 ロストトイントランンラションな見ましたよ。懐かしい。懐かしいって言ったら悪いかな。本人の前で。でも、あの、あれは素晴らしい映画でしたよ。あれが、あのー、あの映画が、まあ、あの映画のおかげであの、僕と奥さんは出会ったようなもんですよ。みたいな、ね、まあ、実は僕の奥さんが、日本語の勉強を、あの、全然、全然日本語はうまくなかったですけど、あの僕に出会う前に、日本語の勉強を始めてたんですね。でそれがあの あのソフィア・コッポラの「ロストイントランスレーション」を見てからみたいな感じなのであの,あの映画がなかったらねもしかしたら奥さんは日本語を勉強ししせずにあの日本人に興味もなく日本に興味もなく、えー、僕に話しかけることもなく全てが終わっていたかもしれない終わっていたというか始まらなかったかもしれないただ僕の子供もいなかったかもしれない そしたら僕はスペインに行くこともなく、ポッドキャストを始めることもなかったかもしれない。皆さんに日本語コンテッペイが存在しなかったかもしれない。もしそれが原因で皆さんの日本語はまだまだ悪かったかもしれない。これは大変ですね。ソフィア・コッポラさんにありがとうと言いましょう。皆さん。皆さん一緒に。ソフィア・コッポラさん、ロストイン・トランスレーションを作ってくれてありがとうございました。あなたのおかげで。まあ、ここで、 「あの日本語コンテッペというポッドキャストをやってるんですけどよかったらコラボレーションしませんかああ本当にいいですかじゃあじゃあじゃあぜひぜひぜひと言って六本木のスタジオに連れていく六本木にいれば何でも叶いそう何でも夢が叶いそうな気がする、はい、そんな街六本木儀六本いいですね、はい、まあその後もう少し歩いて六本木の蔦屋に行ってまあ蔦屋 蔦屋書店があの六本木ヒルズの,あの裏の近くにあります、はい、そこでちょっとゆっくりして本を子供のために本を買ってで、まあ、歩いて帰ってきたという <laughs> 歩いて帰ってきた歩いてあの駅まで歩いて帰ってきたそんな感じ、はい、いいですよ六本木楽しい、はい、というわけでねまあいいなあのスタジオ と思いながらも、まあ、このスタジオね僕が今話しているこのホームスタジオ、えー、僕のホームスタジオはただの机とただの椅子まあまあなんてい安い机と安い椅子そして MacBook Air であの USB マイクロフォン別に悪くないです別に、ね。たまに外の音なんか飛行機の音とかヘリコプターの音とか。 工事の音とか子供の声とかいろいろ奥さんの怒鳴り声とかいろいろ聞こえてきますけどまあいいんじゃないですか生活感があって、ね、もっとこうインディーな感じで、はい、まあ、だからしばらくはまあインディーな感じでいくかもしれませんがいつかねいつかですよ子供が日本語コンテッペアシスタントになれるような年になったらもしかしたらね日本語コンテッペあのパピーアンさんみたいな感じであの新しいシリーズを カンンバーーションショリーズかんあの始めるかもしれませんそれまでまだあとそうですね子供が今7歳とかでしょまあ子供が大学生ぐらいになったら多分でちゃんと話せると思うんでちょっと待ってください10年ぐらいはいなんか今今話すとね本当にねふざけたことしか言わないからダメですよねで高校生ぐらいだとちょっと恥ずかしがって話さないかもしれないんでだから あの十年ぐらい待ってください,、はい。そしたらホームスタジオを作って、日本語コンテンペパピアンドト三みたいな感じで、ちょっとやるかもしれない。はい、という,うに。まあ。まあ。はい、そろそろ時間ですね。ちょちょアストレゴ、またね、またね、またね。